トロードス地方の壁画聖堂群は、キプロスの世界遺産の一つである。トロードス山脈に残るギリシャ聖教の旧内史十一の聖堂と一つの修道院が対象となっている。いずれの聖堂、修道院も、ビザンティン様式の美しいフレスコ画が残っていることが、評価されたものである。聖堂内部を埋め尽くすかのように、壁や天井に描かれたそれらの壁画は、小ムネノス時代から、 ビザンティン帝国滅亡後に至るまで長い期間に蓄積されてきたものである。登録対象はトロードス山脈に点在し、地方行政区分上はパフォス地区、ニコシア地区、リマーソル地区にまたがっている。屋根の聖ニコラオス聖堂カコペトリアの近郊にある聖堂で、元は11世紀に建てられたものである。名称に屋根とついているのは12世紀に付け加えられた。 玄関廊の切妻屋根が印象的であることによる。この聖堂に残る主なフレスコ画は以下の通りである。ロウソクの聖ヨアン修道院、カロパナヨティス村にある修道院でフレスコ画の残る三つの付属聖堂を持っている。一番南に位置しているのが聖イラクリディオス聖堂で以下のフレスコ画がある。一番北にあるのがラテン式聖堂でアカティストス参加。 第二十四節を描いた千五百年頃のフレスコ画がある。それらの間にあるのが、聖、イオアニス・ランパディスティス聖堂であるが、同時期のフレスコ画は残っておらず、現存しているのは十八世紀に復元されたものだけである。アシーヌの生神女聖堂に来たり村に残る聖堂で、十二世紀以降に描かれた様々なフレスコ画群が残っており、そのモチーフはイエス、生仮免女、マリア、 聖人、預言者など多彩で、新約聖書から取られた場面も多く描かれている。豆の生神女聖堂ラグデラ村にある木造聖堂で、1192年に描かれた聖、母子像などのフレスコ画が残っている。ムトラの生神女聖堂ムトラス村に残る聖堂で、1280年にムトラ夫妻が寄進した。キプロスで最古の聖堂と考えられている。主な壁画は、 以下の2種類である。大天使、ミハイル聖堂、ペドラス村にある聖堂で、ビザンティン帝国滅亡後にあたる1474年に、描かれた壁画が残っている。ペレンドリ村の、聖十字架聖堂聖十字架聖堂を、ペレンドリ村に残る聖堂で、かつて、キプロス王家のジャンのものだった。足の生神女聖堂がラタ村に残る、1502年に、 建造された旧修道院付属聖堂である。聖水の十字架聖堂プラタニスタサヌ近郊にある聖堂でアルハンゲロス・ミハイル聖堂と同じくビザンティン帝国滅亡後の1494年に描かれた以下のフレスコ画などが残っている。旧聖主権社会聖堂ペイライクールに残る聖堂で2001年に拡大登録された。旧勾配の木造屋根を持つ独特の形状と 16世紀後半のビザンティン、帝国滅亡後の壁画群が評価された。聖祖染のス聖堂がラタムラにある聖堂で、1513年の壁画が残っている。2006年に拡大登録を申請した時には、審議前に取り下げられている。2008年12月時点で、世界遺産センターによる登録物件打ち分けに含まれているが、登録年も面積も記されていない。 暫定リストにも掲載されたままである。聖ママス制度をルバラスに残る聖堂で1495年に描かれた壁画が残っている。2006年に拡大登録を申請した時には審議前に取り下げられている。2008年12月時点で世界遺産センターによる登録物件うち分けに含まれているが登録年も面積も記されていない。 暫定リストにも掲載されたままである。1985年に8つの制度と1つの修道院を対象として世界遺産に登録された。2001年にはさらに旧世主権査会制度が拡大登録された。ただし、この物件の拡大申請については、2000年にアイコモスが他のトロードス地方の壁画を持つ制度をさらに拡大登録する可能性を視野に入れて、 登録延期を勧告し、ビューキプロスはさらに世界遺産の暫定リストに3つの制度をエントリーしているが、そのうち2つ、聖ソゾメノス制度と聖ママス制度の拡大登録は2006年に一度申請したものの審議前に取り下げている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。